ザ・クリエイティブ・ボドムソーでございます。はい、僕ですね、アイミスチャンネルで動画の制作とかクリエイティブ関連全般やってるんですけど、今日はですね、キーエスでトップセールスになって、その後史上最速で本社の海外マーケティングチームに移動した後に独立して、今では複数企業の営業コンサルを手掛ける僕の元同期の金藤さんに来ていただいております。いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった。どうも、才能の塊、金藤ですよ。ありがとうございます。今日もね、ナルシストでお送りさせていただいておりまして、見て、はい、おにゅう、おー、素晴らしいですね。シャツも、ネクタイも、ネクタイもありがとうございます。はい、今日も決めてきていただいて本当にありがとうございます。はい、でね、お話しいただく前に、ちょっと相談が一点ございまして、聞いていただいていいですか。はい、1年前ぐらいにですね、コロナの給付金ってあったじゃないですか、10万円のやつ。そうですね、10万円もらえるやつ、うん、で僕もあれ申し込んだんですよ、うん、そしたらなんか政府の手違いで僕のところに1000万円振り込まれてて。嘘つけ。で、なんか東大阪の消防局で勤める人のなんか全員分がなんか僕のところになんか聞きたかな、嘘つけ、誤送金されてたんですよね。嘘つけ。まあ、それで僕1000万もらったもんで、テンション上がってですね、酒飲んだりとか、他の女の子にご飯を持ったり、彼女に内緒でね。いやいや、裏切り者やから。いや、ほんまですか。もう彼やないか、これ。まあ、それでやってたんですよね。おで、2、3ヶ月したらですね、その1000万がもうなくなってたんですよ。使いすぎてね。使いすぎて。ほら。それでめっちゃ失敗したなと思って、もっといい使い方だったなと思って。で、やっぱそういうのって、やっぱ僕の習慣とか、もう考え方とか、もう根本のところから見直していかないといけないなと思って。失敗する人もってことね。だからやっぱその辺をね、金藤さんに今日教えていただけたらなと思いまして。なるほどね。うん。ただお前、全嘘やな、これまた。なんやこいつ。でね、今日は、失敗する人の悪い習慣、これ皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、これって結構ね、うん、悪い習慣っていうのは題材になってますよね、うん、そうですね。 M 社長とかね、 B 社にサプライト、おーおー見てるいらんな、はい、とかいろいろやってるわけですよ。マグナイで、でそういうところでね、こういう習慣ダメだよっていうことを言うわけなんですけど、うん、例えばテレビずっと見てるやつとか、うん、SNS やってるやつとか、ダメっすね、ゲームやってるやつダメ、漫画読んでるやつダメとか、うん、そういうことを言うじゃないですか。飲み会行くのダメとか。間違いない。これはね、僕すごいナンセンスかなと思ってて、ほうほうほう、例えば好きなことっていうのはするべきなんですよね、うん、そう、飲み会が好きでそのまま例えばね、居酒屋作ったりとかバー作ったりっていう人もいますし、ありますよね、漫画が好きでそのまま出版業界に行ったりとか、いろいろあるわけなので、間違いない。そういう好きなことを我慢して悪い習慣をなくそうっていうのは僕はナンセンスかなと思ってます、うんうん、はいはい、で前提として今日は失敗する人の特徴、つまり成功したい人が見るわけなんですけど、うんうんうん、成功してる人ってみんな夢目標持ってるんですよ、うんうんうん、だから夢何か目標ない人はもうここで切っていただいて構いません。おお、言いますね。なんで何かこういう目標があったり、こういうことになりたいと思ってる人は見ていただければなと思います。で僕が人生の中でまあ影響を受けた人であったりとか、僕が感じた悪い習慣というのをね、3つ紹介したいと思うので、胸に心を当てて。おい、逆心に胸を当てて。逆だぞ。え、違う、胸に手を当てて。どっちでもいいわ、もう言ってくれ。胸に手を当てて聞いていただきたいと思います。では一つ目、目標意識がない。はい、目標意識がないということでね。どういうことですか。目標や夢がある人だけ見てくださいって言ったので、ええ、今見ていただいている方は目標、はい、夢あるんですよ、はい、そうですね。ただ目標意識がありますかっていう話、うん、違いわかる。わからないです。わからない、ええ、目標は漠然とあるよね、はい、で目標意識っていうのは、うん、今現在やってること、うんが目標、うん、夢にちゃんとつながってるのかってことを常に考えること、うん、なるほど。イメージ大谷選手とかっているじゃないですか、はいはいはい、最強の日本人、はい、彼は中学の頃からメジャーで活躍するっていう目標を元にロジックツリー立ててたそうです、うん、中学生ですよ。ようできた人ですわ。すごいよね。すごい。もう中学生なんか何してたって話です、はい、同い年なんですよ僕大谷さんと。あ、じゃあ俺一個下か。そうそう。あ、全然ちゃうね。ちゃうな。 YouTube でわー言うてるだけですから。そうで、今話したロジックツリー何かっていう話だけしとくと、例えばね、夢目標があります、うんうん、例えばここが、まあ、
見ていただいてる方なら何かいるかな、羽藤さんみたいになりたいとかね。ナルシストやな。あったとしたら、いいいいいい、ここ、うん、仕事できる、うん、ここ、うん、歌がうまい、歌がうまい、ここ、うん、イケメン、イケメン、ここ、うん、高学歴、うん、長いな。え、もう早う言ってくれ、分かったからそれ、うん、で、いろいろ羽藤の要素があるんですよね、はい、はいはいはい。ほんだらこのために何するかっていうのを、なるほど、立てていく。ほんだらこの下にもまたあるんですよね。なるほどね。自分と夢の差、うん、これを見える化するのがロジックツリーなんです。なるほど。これを常に意識している人がやっぱり強いんだよねと、うん、逆に持ってない人、これ失敗するんですよと、うん、なんで例えば M 社長とかが人生にタブライト孫ないで、そう見てるね飲み会行くなとか言ってるけど、飲み会行っててもこれに繋がってたらええから。なるほどね、正直、だからそういう漠然とした夢とかでも全部ロジックツリーに表せるから、何でもいいからまず目標を持ってそれを立ててみてください。ほんだら常に目標を意識できるというわけで、一つ目が目標意識がない。じゃあ次、目的意識を持たない、問題意識を持たない。はい、2つ今同時に言ったんですけど、うん、これは結構次になるから。なるほど、うん、目的意識って何か分かる？分かります。そのやってることの目的を常に意識するってことですか？その通りですね、ええ、今やってることって何のためにやってんやろうとか、これをやればどんな価値成果が生まれるんだろうとか、その今やってること全てにおいて、うん、意味目的を常に考えることなんですけど、重要ですね。これを考えた時って絶対ここ対になってくるわけなんですよ、うん、問題意識って何か分かる？で、問題意識は、まあ、常に自分が間違ってるんじゃないかとかってことですか？うん、近いね。え、どういうことでしたっけ？例えば何かやってることに対して、これが最適なのかっていうのを常に探ることなので、例えば何かやってるとしたら、これって何のためにやってたんやっけ、これやることでどんな成果があるんやっけ、ほんだらこれって今やってることか、この成果があるから目標につながってるよねっていう最初に戻ってくるわけなんですけど、ほんだらこれって何のためにやってるんやっけって言ったら意味であったり目的出てくるじゃないですか。例えば金藤になれっていう夢を持ってる人が今牛乳飲んでますみたいなね。牛乳飲んでる。で、立ち返って、はい、牛乳飲んでるのは、はい、金藤さん、187センチです。でかいね。だから、金藤さんになるため、身長、その中でも身長、伸ばすためなんです。うんうんうん、でも、うん、金藤になるためであったり、身長、うん、かっこよくなる、こういう要素に行きたいわけですよね。はい、ほんだら、この牛乳飲むっていう行為、うん、ほんまに最適かと、うんうん、ここに立ち返るわけですよ。なるほど。全然違うくない？はい、はい、20歳超えて金藤さんみたいにかっこよくなりたい、うん、夢だもん。頭おかしいね。もちろんロジックは通ってるよ、でも最適じゃないよねと、うん、なんで今やってること目標を もちろんずっと持ってるよ、うん、でそのために何につながってるか考えて何が最適なのかっていうのを考える、うん、この3つが揃えば無敵なんですよね。だからさっきので言うと、例えばかっこよくなりたい、はい、僕自信のつけ方の時言いますよね、うん、スキンケアをしてますとか、うん、メンズメイクしてますとか、あとは自分の一番似合う髪型考えてましたとか、はい、そういうことをしっかりやっていく、うん、このアドバイスしてるわけですから、それが最適なわけです。なのでそういった意味で言うと、これ何のためにやってんねん、じゃあこれって最適なんかなっていうわけです。でね、うん、彼ボトムソンも言ってました。何すか？金藤になりたいと言うか、切実だよ。言うてないよそんなこと。金藤にどうしたらなれるものか。もうなんで一緒にやってるやつにならなあかんねこっち。勝てるとこあんのか。おい言うか。くそー、うん、おあーなんかおい、うん、もうそんなせんよせんよ、俺あんただけよそれ、ほんま、うん、って言ってたんですよ。言うかでね、目標も夢持ったら、絶対にこの3つを意識すれば、はい、成功に近づくから、どんだけ回り道しても成功に近づきます、うんうんうん、なんでこの3つしっかり意識してほしいんですよね、うん、というわけで、まあ、2つ目3つ目の習慣ですね。目的意識がない、問題意識がない。
はい、ということでね、金藤さんに失敗する人の悪い習慣というテーマでお話しいただきました。はい、非常にためになるテーマでありがとうございます。いえいえいえ、まあ、めんどくさがりとか、はい、そういうのって確かに失敗につながりそうなイメージなんですけど、そうですね、こっちの方が絶対大事だから、うん、こっちをしっかり意識して、はい、っていう話です。わかりました。なんで、元武蔵さん、僕になりたいって言ってたんで、お言ってらよ、一緒にロジック釣り組もうか。お、いるか、そんな、組みます。はい、言ってるんですけどね。はい、ということでね、このチャンネルではキーエンスで学んだ仕事術や営業のノウハウに関して、発信していきます。でですね、我々先日初のオフラインイベントの、告知動画を上げさせていただいたんですけど、内容としてはですね、 YouTube よりより実践的で詳しい内容をね、その回でお話しさせていただきますので、ぜひこぞって応募してください。お願いします。はい、ということで次回のあいみチャンネルでまたお会いしましょう。それでは。